坂口健太郎、伊勢ヨン、韓国ドラマでダブル主演決定。切なくて美しい恋愛小説を実写化。愛の後に来るもの。エンタメポンポコリン804。韓国でも大変人気のある俳優の坂口健太郎さんが、韓国の OTT 動画配信サービスクーパンプライオリジナルシリーズ愛の後に来るものに出演することが発表されました。赤い袖先で話題を呼んだ伊勢ヨンさんと共に主演を務めます。本作は韓国の人気作家コンジヨンさんと冷静と情熱の間の辻仁成さんが共著した小説が原作の正統派メロドラマ。美しく切ない愛と別れを経験したジュンゴと韓国からの留学生ベニが5年後に韓国で偶然再会したことから展開する愛の物語が綴られます。坂口さんが後悔という傷を背負って生きるジュンゴ役、伊勢ヨンさんがジュンゴとの再会で心が揺れるベニ役で出演。坂口さんは韓国スタッフと共にドラマ作品を作り上げることがとても待ち遠しいし、繊細な演技で定評のある伊勢ヨンさんとの美しいメロドラマで共演できることがとても嬉しいとコメント。また伊勢ヨンさんは初めて読んだ時から大好きだった小説の一つを原作とするこの作品に出演できてとても嬉しい。愛を見つめる一人の女性の心を表現するためにベストな演技を見せたいと意気込みを述べるとともに、坂口健太郎さんとの共演で両国が一つになって素晴らしい作品が生まれることを信じていると共演の喜びを語っています。監督は王様の事件手帳、ソウルバイブスなどのムンヒョンソンが担当。監督は愛を両国の作家による視点で繊細に描かれている原作を元にしたドラマの制作ができることはとても嬉しいこと、主人公の2人は積み上げていく切なくて繊細なラブストーリーを視聴者の心に丁寧に届けられるよう全力を尽くして作品作りに向き合いたいとコメントを寄せています。撮影は韓国と日本を行き来するロケとなり、異国的な背景がストーリーをより華やかに見せてくれることが期待されます。今後の配信予定も追っていきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。